皆さんこんばんは、モダンタイムス店長のひろです。昨日からねクラウドファンディングが始まりまして、本当にねたくさんの方にもうね、まあ、ちょうど一晩ぐらいですけども、丸1日ぐらいですけれども、たくさんの方にね支援していただきまして、本当にありがとうございます。もう本当に嬉しいですね。なんかクラウドファンディングってこうなんかお祭りだなぁとちょっと思いましたね。お祭りみたいだなぁと思って、でなんか運動会みたいな、なんかねいろんなライブハウスがあって、ライブハウスが皆さんねそれぞれにクラファンやってはるんですけど、なんかねイエーイ赤組頑張れとか白組頑張れとか青組頑張れみたいな感じで、なんかみんなこの応援団がですね、そのお店そのお店のねそのまあ、ファンの方がいらっしゃると思うんですけども、みんなでねそのお店を応援して、くださってるんだなというふうにすごい思いますね。なのでねモダンタイムスチームもしっかりね頑張って、皆さんの応援をいただいてですね、頑張って駆け抜けたいと、まあ何競争か分からんけど、ね最後まで完走したいと思いますので、よろしくお願いしますね。まあ本当にね、なんかこうやってコロナがあってね、なんかこんなにお店を休んだこともないし、一人でずっといろんなことを考えたこともないしですね、なんかまあまあ多分どうなんでしょうね、コロナの第2波が来るとかいう話もありますけどもね、なんかまあその時はまたこういうこともあるのかなとは思うんですけれども、まあとにかくこの十何年間ね一人でまあこんなにね過ごすってこともなかったので、いろんなことをちょっと考えてるんですけども、なんかねまあ私の悪いところというか、人にね甘えられないというか頼れない性格で、なんかこうしんどいなっていう時にこうあんまりこう甘えられないんですよね。大丈夫な顔をしてしまうというか、まあ気が強いというかね、性格が素直じゃないというか、でいろんな人にねこうまあ大変な、まあ実際ね、でも本当に本当に落ち込んでないんですよ。これも本当に強がってるわけじゃなくて、本当に落ち込んでないので、そこだけはね、精神的にめちゃめちゃ、元気なのでね、そこだけは、強がっているわけじゃなくて本当なんですけど、でもまあ経営的には、まあ金銭面っていうかね、の面では、まあ確かに大変は大変じゃないですか。それを私があんまり、こう、助けてくださいって人に言わないので、すごいいろんな人から結構しんどい時はしんどいって言いなさいっていうかね、素直になりなさいってすごいこう言われまして、なんかねまあ確かにそれがこう助けてって言えないね性格というか、言いたくないというか、可愛くないなと自分で思うんですけどね、なんか良くないなというふうに思いますね。で、まあ今回こうやってたくさんの人にね、なんか背中を押してもらう形で、こうクラファンもね、やって、ちょっとドキドキしてるんですけど、なんかこれを機会にね、自分が変われたらいいなというふうに思います。ね、いろんな、まあことがあって、そうですね、なんか過去にいろんなことがあって、動画でもいろいろしゃべ、全然ね、動画で喋った内容とかが、まあ、DV の話とかもしたんで、なんか皆さんがすごく、そんなことがあったんですかみたいになってくださってると思うんですが、めちゃめちゃ氷山の一角なんで、もうすごいことがいろいろあったので、なんかね、こう、人に、まあ本当に性格が歪んじゃったというか、それまでのことでね、モダンタイムス始めるまでの話で人に相談なんかしても無駄だなと思っちゃったんですよね。ちょっと誰も助けてくれないんだなっていう時代があって、そうだからまあ私はこう
人にね手を差し伸べられる大人になろうと思ってね、なんかいろんな人がこう相談に来たりとかするのをすごくありがたいことだ、まあ、私に頼ってくれることはありがたいなと思って、その人にこう手を差し伸べられる大人になろうって決めたので、なんかそういうことはすごくできるし嬉しいんですよ。だけど逆に自分が助けてくださいっていうのを言えないんですよね。で言いたくもないし、なんか言ってもどうせ助けてくれへんやみたいな思ってる、思っていたところがあって、そのモダンタイムス始めてからは本当にそのいろんな人がね支えてくれないとやっていけないんだなっていうのを実感したので、だいぶね変わったんですけど、やっぱりこう助けてって言えへんところがあって、まあプライドが高いというか、かっこしいというか、まあなのでね、本当にまあこれを機会にね、自分っていうのをもう少し変えていけたらいいなというか、素直な人になれたらいいなと思って年越えたおばはんが何言うとんねんって感じですけど、まあね、なかなかねこれだけ一人で物事を考えたりすることもないので、でまあこれから先にモダンタイムスっていうのも今まで通りというふうにはいかなくなってくるので、まあ、新しいモダンタイムスを作っていくという上でね、もう少しなんかワンマンな感じじゃなくて、いろんな人と相談し合いながらというかね、いろんな人に助けてもらいながら、助けてもらってるんですよ今までも十分ね。だけどもうちょっとこう私自身が素直にというかなれるようにねしていかないといけないなというふうに今ひしひしと思っておりますなのでこれからまたしばらくはね飲食店営業みたいな形になっていくと思うので、こんなメニューがあったら嬉しいよとかね、こんなサービスがあったら嬉しいよとかいうのがあったら、ぜひね、皆さんにいろんなアドバイスというかアイディアというかねいただけたら嬉しいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで明日はですね、フラットさんの無観客配信ライブっていうのがありますので、よかったらぜひね、山形さとしさんのツイキャスの方でね見られますので、よかったらぜひぜひ皆さんまだ見たことないよっていう方いらっしゃったりとか、まあフラットさんを知らないよっていう方とか、無観客配信ってどんなやってんのとかね興味のある方はぜひぜひ、ご覧いただきたいと思いますね。しばらくこのライブというのもこのお店で生のライブっていうのもねできなさそうなので、しばらくは配信になりますけれども、やっぱり音楽の店というのはプライドを持って守っていきたいのでね、よかったらぜひ、私も無観客配信ライブをやりたいわっていう方もいらっしゃったら、ミュージシャンの方ね見ている方で、僕もやりたいわっていう方いらっしゃったらまた声かけていただきたいと思います。ということで、今日はこの辺で、お相手はモダンタイムス店長のヒロでした。じゃあ。